こんにちは、マダムサライです。いつもご視聴くださりありがとうございます。さて、今回はW124深掘り解説パート3をお届けしようと思います。今までW124の生い立ちとその開発過程を深掘りしてまいりましたが、今回より2回に分けて約10年間の製造期間中の中で2度行われたビッグマイナーチェンジ MOF1、MOF2 について深掘り解説していこうと思います。この MOF というあまり聞き慣れない言葉、日本語に直訳しますとモデルメンテナンスという意味になりますが、これはダイムラーベンツが W124 のビッグマイナーチェンジを行った際に区別する表現として使われています。いわゆる MOF1 が中期型、 MOF2 が後期型ですね。さて、その MOF、特に MOF2 後期型なのですが、後期型はコストダウンしているといういわば都市伝説のようなものが日本だけに存在します。これは視聴者様からも時々ご質問を受けるのですが、どこを調べてみてもそのような文字は見当たりません。それに W124 生産管に符合する年次報告書を見ても、全社的なコスト適正化ということで、あのマッキーゼーさんが経営コンサルタント会社として関わっていますが、製造にかかる直接コストには一切触れられておらず、間接費に関してとはっきり明文化されております。では果たして真相やいかに、ということで深掘り解説していきたいと思います。そうそう、本来ならば先に MOF の変更点を解説するべきなのですが、その前にダイムラーの思想などの背景を知っていた方がより分かりやすいと思いますので、あらかじめご了承くださいね。以上、ちょっと前置きが長くなりましたが、 W124 コストダウンの都市伝説を探れ、スタートです。それではいくつかの視点に分けて深掘り解説していきますが、まずはユーザー目線の視点から解説していきましょう。このダイムラーというメーカー、創立時からプロユーザー、いわゆるトラックの運転手さんとかタクシーの運転手さんの目線評価をすっごく気にする会社というのはあまり知られていません。それは時代がまだ馬車の時代、従者の方が馬車をコントロールするところに源があると言われていますが、確か超高級ブランドのエルメスも馬と馬車、そして従者をロゴにしていますよね。そのためか現場で働くトラックを用いたレースなどにも積極的に参加していますし、 F1 から撤退していた時期でもトラック選手権だけはエントリーを続けていました。そのようなダイムラーですから、プロユーザーのお目にかなうよう満を持して W124 を販売したのは言うまでもありません。ところが事態は予期せぬ方向に向かってしまうのですが、スーちゃん、解説お願いします。了解です、マダム。それでは、鳴り物入りでデビューした W124 のプロカスタマーであるタクシードライバーさんの評価、そしてその後に起こった抗議集会の事件を解説します。1984年12月、多くのタクシードライバーを前にクリーム色のタクシー仕様 W124 がお披露目されました。ところがその会場では多くの不満の声が至るところで聞こえるという、セールス担当者としては全く予期しない事態に遭遇しました。それは今までにない先進的な技術はわかるものの、クロームのディテールを備えた W123 に比べ内外装すべてにおいて貧相に見えることが起因してました。その後、新たな問題がいくつも発生し、セールスは苦境に追い込まれます。例えば、すべてがガタガタしており、発進時に車両がきしむといった内容から、塗装の損傷やモールの剥がれ、ひどいものになるとイグニッションからキーを抜いてもエンジンが切れないという現象まで報告されました。また長時間運転を余儀なくされるドライバーにとって、そのシート構造は快適とは程遠い代物であると切り捨てられました。そしてその不満の声は頂点に達し、1986年10月ケルンのダイムラーベンツ工場への抗議デモにまで発展してしまうのです。これに対しセールスマネージャー、
エッカート・ナムトゥーン氏は、すべての顧客の問題を非常に真剣に受け止め、保証期間が過ぎた後でも、すべての欠陥が解消されることを保証します。と約束。さらには、MOP1 中期モデルにおいて、内外装の質感アップ、新設計されたシートを備えるなど、まさにプロカスタマーの要望を的確に反映する形でアップグレードを果たしました。なお、この一連の流れによるダイムラーの対応は、後にことのほか称賛され、W124 が不動の地位を築けたのは、このアフターケアによるものだという説も存在するほどです。いかがでしたでしょうか。この一連の騒動で、誰も完璧ではないという流行語がドイツを駆け巡り、保証期間が過ぎても保証するというフレーズがいつの間にか W124 は永久保証というフェイクニュースに変わったりとか、本当に大変だったですね。私も124は永久保証だと主人から聞いて信じてしまい、イスタンブールで技術指導に来られていたダイムラー OB の方とたまたま同席した時、挨拶代わりにその話をしましたら、笑いながらないって否定され、恥をかいちゃった思い出があります。まあこのように W124 には厳しいプロユーザーがいることはお分かりいただけたと思いますが、もう一つユーザー目線で一番気になる価格の変動も教えちゃいましょうか。それでは W124 の中で最も長期間販売された OM603 エンジンを搭載した 300D についての価格変動を解説します。この 300D は1985年4月から1993年6月まで販売されておりましたが、前期モデルで販売当初は 35,930 マルク、その後の MOP1 中期モデル発売時は 43,100 マルク、そして後継機種である MOP2 後期モデルの E300 ディーゼルは53,100マルクとなっています。これは前期モデルの発売から8年経過した後、価格が約 50% も値上げされた金額となりますが、その契約台数は一向に陰りを見せませんでした。前期と後期モデルで5割近い価格差があるんですね。 300D は MOF 以外でも約50箇所近い年次改良が施されてはいるのですが、5割増しでコストダウンしちゃうと間違いなくデモが起こるような気がしますが、皆さんはどうお考えになりますか？さて次は巷でよく耳にするベンツ経営危機によるコストダウン説の真相究明をしていこうと思いますが、実はこの頃のダイムラーというのは経営危機どころかトレーラーのごとくドイツ経済を引っ張っていきました。皆さん大好きあのポルシェライン 500E も当時生産キャパをオーバーしつつあるダイムラーに目をつけた当時の首相ロイター・シュペートの提案により実現したものですからね。それでは視点をダイムラーの経営状況に移し深掘りお願いします。ご覧の画像は1992年ダイムラーグループの年次報告書になりますが、これには W124 後期モデルがすでに開発が完了し、そのアップデートが取締役会の承認を受けている時期の財務状況が示されています。1991年の売上高は960億マルク、純益は19億マルク、1992年の売上高は985億マルク、純益は14億マルクと名実ともに欧州経済の牽引役を果たしています。また1992年はドイツ自動車産業自体も統一特需により生産台数は519万台と今までにない最高記録を更新した年でもありました。ダイムラー社もその潤沢な予算を使い、わずか2年という開発期間で93年には燃料電池車を世界に先駆けて発表しています。その他にもダイムラーベンツ研究センターウルムの着工、シュトゥットガルトの本社ビル完成、12万5000平方メートルの敷地を有するゲルマースハイム中央供給倉庫、ラシュタット第三自動車組み立て工場の建設など矢継ぎ早に設備投資が行われました。しかしその統一特需は1993年に陰りを見せ、95年には5000億円近い損失を計上するに至ります。これは本業の自動車製造ではなく
当時の CEO であるエツァルト・ロイターの企業買収の失敗が主な原因とされています。その後1995年、新社長のもと大規模なリストラなどで再建が図られることになりますが、すでに W124 の生産は終了していました。以上がおよそのタイムラ経営状況です。まあ統一特需のおかげで日本のバブル景気を連想するような大盤振る舞いが続いていましたが、92年9月当時のコール首相のドイツ統一政策の失敗発言を境に、ドイツ経済は急速に冷え込んでしまったんですね。まあこの話はドイツ連邦銀行陰謀説などいろいろとあるので、ここでは割愛しますが、いずれにせよ W124 後期モデルが開発されていた頃は経営危機にはリンクしないのがお分かりいただけたと思います。それではもう一つの視点、環境性能から読み解いていこうと思います。よく後期型のバグで知られるハーネス類が挙げられますが、このケーブルに対してもリサイクルと称し低欲コストダウンしていると言われます。しかしこれは環境上の理由からケーブル内の溶剤の量を減らしたのが原因だったのですが、他にも93年モデルサビ問題とかも海外で騒がれましたよね。ではなぜ未知の領域である環境性能を追求したのでしょうか。そこにはその時代に即した最善か無かの哲学を貫くため真剣に取り組んだダイムラーの企業理念が隠されています。それでは W124 後期型の特徴ともいえる環境性能について解説します。ダイムラーベンツでは早くから北米市場への輸出拡大を模索していましたが、そこで最も懸念されたのがアメリカ合衆国環境保護庁 EPA の制定する環境基準への適合でした。その範囲は排気ガスのみならず連邦水質汚濁防止法にも準拠しなければならない厳しい要素が含まれております。そこでダイムラーは自ら EPA の基準を大幅に上回る環境マネジメントシステムを導入することを決定し、1991年11月主力工場であるジンデルフィンゲン工場に15億マルクという巨額を投資して大規模改修。よりきれいな空気、よりきれいな排水、より少ない有害廃棄物の実現を目指しました。もちろんこれには車体構成部品一つ一つにも環境性能を高める努力が要求されたのは言うまでもありませんが、独自の環境監査システムのもと自動車生産全体でより環境に優しいプロセスへと歴史に残る大転換をしていったのです。お聞きいただいた通り、時代に先駆け環境性能を高めることになった W124 後期型。まあハーネスの問題にしろサビの問題にしろ、コストダウンではなくあくまで未知への挑戦をした結果の出来事なので、誰も完璧ではないということでよろしいでしょうか。それでは最後となりますが、この前期モデルと後期モデルで一番わかりやすい比較対象のお話をさせていただきますね。例えばシュバーベン工学の傑作と言われるシングルワイパー、このワイパーリンゲージのカバーも前期型で2種類、中期と後期合わせて4種類存在します。このカバー、前期モデルではアルミ製なのですが、後期モデルではプラスチックに変更されています。もちろんアルミ製の方がはるかに耐久性があるのは言うまでもありませんし、この部分だけ切り取ればコストダウンということになります。ではなぜプラスチックに変更されたかと申しますと、降雨日数が多いドイツではワイパーを使う頻度が非常に多く、その分メンテナンスが要求されます。優れもののワイパーなのですが、そのコンディションを保つにはワイパーを取り外して完全に再潤滑する以外に何も解決しません。しかし残念なことにアルミ製はその分解メンテナンスに非常に手間がかかるため、発売当初からユーザーの不満が寄せられていました。そこでダイムラーは3度にわたり改良を実施。その結果より簡単に脱着できるよう改良されたプラスチック製に置き換えられたというものです。まあどちらがいいかは議論の余地があると思いますが、
少なくともダイムラーはユーザーにとっての最善を選択したのは間違いありません。それでも我が家の W124 くんの M104 だとエンジンスペースが少ないためちょっときついんですけどね。この後期型が発売になった1993年、すでに後発モデルの W210 がテスト走行の段階に入っており、オンステージの日程も決定しています。したがって W124 の生産は残すところわずか2年というタイムテーブルが示されました。ではなぜそのわずか2年のために外装を変え、エンジンを変えたのでしょうか。そこには W124 が最後の最後まで最善か無かの哲学が反映されているからこそと私は思いますが、開発当初のコスト度外視ではなく、バリューエンジニアリングとでも申しましょうか、機能とコストの両面から性能を向上させたと理解した方が正解かもしれません。頑丈で高品質の前期型、前期後期いいところ取りの中期型、安全と環境性能を上げよりスタイリッシュになった後期型、どの時代の W124 もまさにザ・メルセデス・ベンツですよね。はい、以上で W124 深掘り解説パート3を終わらせていただこうと思います。この動画が参考になったと思われた方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンで応援していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようなら。